ガトウ級潜水艦、ガトウ級潜水艦、ガトウ級潜水艦、ガトクラスサブマリンは、アメリカ海軍が運用していた潜水艦の艦級。ディーゼルエンジンとエレクトリックモーターを用いる、通常動力型潜水艦、第二次世界大戦時におけるアメリカの主力潜水艦として有名。改良型のバラを級潜水艦及び展示。級潜水艦もガトウ級潜水艦と呼ばれることがある。 アメリカ英語の発音により忠実に表記すれば、ゲイトウ級と呼ぶべきであろうが、日本ではガトウ級と表記されることが多い。アメリカ海軍は1939年度、1940年度にタンバー級潜水艦を6隻ずつ建造した。1941年度にも引き続いてタンバー級を6隻建造することとなり、艦名もタンバー級の1940年度間、 タンバー級大グループ、またはガー級潜水艦に続いて頭文字を G で揃えることに決定した。建造に際しては、先行能力の増大や艦内容積の拡大、それに復元性の改善が取り入れられ、予算上ではタンバー級の第3グループとして建造されることとなった。しかし、この頃、アメリカ海軍では、 国際情勢の緊迫化などを受けて、二対応艦隊整備計画など、海軍兵力の大増強に乗り出しており、本来の1941年度艦とは別に65隻の追加建造が決定し、また1941年度艦も2隻追加建造されることとなった。翌1942年度にも4隻が建造され、本艦級は、 最終的に全部で1941年間、1942年度間、緊急計画追加間合わせて77隻が収益した。なお、本来の意味での1941年度間、追加分は含まずである、ガトウ以下6隻は前述のように、当初はタンバー級として扱われていたが、同系間がほぼで揃った1943年以降はガトウ級として、 正式に単独の形式として扱われるようになった。前項で述べたように、ガト頭級は、タンバー級の設計を受け継いだものであるが、艦内容積の増大と復元性の低下の均衡を考慮して、全長を1.5メートル延長して結果的に若干、艦型が大きくなった。ディーゼル機関の馬力では、日本の囲、e、碁176潜水艦に劣ったが、 機関はコンパクトにまとめられており、整備性に優れ、いつでも気軽に最高速度を出せるなど信頼性も高かった。このことは、戦後民後に乗務した、つくと達を解消も記録に書き残している。ただし、一部の艦では本来搭載されるべき、機関生産が追いつかなかったので、収益を早めるために、旧型の機関を搭載して収益した。 この期間は整備性が劣り振動も甚だしかったので、全艦オーバーホールの際に乾燥されている。船体構造も改正され、安全振動が91メートルに増大した。その他作り水能力、居住性、シャワー室が2箇所に存在した電気系統の制御など、多くの点で、同時期の日本の移動潜水艦を凌駕している。なお、航続距離と燃料搭載量は、 タンバー級と実質変わらない。大量建造を促進するため、太平洋戦争開戦後に大規模な設計変更や、戦体改修を禁じたが、戦訓に基づいた回収及び性能に差し触りのない、部分の省略といった改修は順次実施されている。また、環境構造のデザインもエレクトリックボート車設計の、モノトポーツマス海軍造船所また、メアアイランド海軍造船所設計のものでは、 最もわかりやすいのは、後部のデザインであり、上から見て後部が丸みを帯びているのが、エレクトリックボート車設計の環境で、角になっているのが、海軍造船所設計の環境である。環境構造は戦訓によって突型に改装されて、いったが、その際でも戦防教師元や見張り台の構造の、デザインが設計によって異なっている。魚雷発射艦は、 タンバー級に引き続いて、全部六門、後部四門の、軽1門装備されており、魚雷搭載数二十四本、機雷搭載数四十個もタンバー級と同一である。美方は、収益当初は、タンバー級やそれ以前の感動用三インチ法を、装備して収益したが、同法の威力や評判がかんばしくないことから、途中から、S 級潜水艦などに搭載されていた四インチ法に、 乾燥している。法は、基本的に全部か後部に搭載された。全部に搭載される意味としては、目標に接近しながら撃てるということであり、後部に搭載される意味は、乗員が環境から飛び出して、直ちに配置につける配慮されたものであった。機銃も当初は 12.7mm 機銃を搭載していたが、これも次第に、エリコン FF20mm 機関砲に、 強化されていった。水上兵装のさらなる増強に関しては口述する。ガトウ級は、エレクトリックボート車、潜水艦用の船台数20に突破を積ます、仙台数10、メア,アイランド、仙台数5両海軍造船所で、主に建造されたが、これら造船所がほどなくして、飽和状態になり、建造用の仙台不足に陥るのは目に見えていた。 それでは大量建造はできないため、従来の各造船所を拡張すると同時に、設計のライセンスを取らせた造船所にも潜水艦を建造させることとした。その適当な造船所を探している際、ある若手の士官が、おじさんが五代子に大きな造船所を持っているから、ぜひそれを活用してほしいと、感染局に申し出た。感染局では最初は、 アメリカンジョークとしてあまり相手にしてなかったようだが、実際に、その造船所に士官を派遣して、打ち合わせを重ねた結果、何もかもがうまくいって、直ちに潜水艦の建造を着手することとなった。この造船所が、マニトワック造船、仙台数5である。社長は申し出た士官のおじであった。マニトワック造船は、エレクトリックボート社の設計図を活用して、建造を進め、 完成した潜水艦はセントローレンス川を経由して大西洋に持っていったのである。最終的にエレクトリックボート車で41隻、ポーツマストマニトワックでそれぞれ14隻、メアアイランドで8隻の建造を担当したが、従来の三造船所はともかく官邸の建造経験がないマニトワも迅速に建造を進めた結果、仙台不足はとりあえず解消し、 大量整備も滞りなく行われたのである。環境構造や水上兵装の改装は、タンバー級以前の艦でのものと比較すると、多種多彩な改装が実施されている。特に、水上兵装に関しては統一された改装はなく、艦によって装備兵器等にばらつきがある。微法の感想に関しては前述のように、 当初搭載の3インチ砲が上院に豆鉄砲と揶揄されたことから4インチ砲に換装されたが、旧式砲かつ狭い潜水艦上での運用にやや問題があったため、新たに大型艦の広角砲を改造した潜水艦用の MK40 型5インチ25後継砲が開発された。戦争が押し詰まった頃には、全部と後部双方2砲を搭載する艦も現れ、 潜水砲艦などと自称する艦もあった。機銃も、エリコン FF20mm 機関砲に加え、戦争中盤以降は、タンバー級以前では搭載されなかった、ボホース 40mm 機関砲が搭載されるようになった。エリコン FF20mm 機関砲に関しても、単装に加え連装のものも搭載されるようにな。基本的には全部に 20mm 機関砲を、スペースに、 余裕のあった後部に大型の 40mm 機関砲を搭載する場合が多かったが逆に搭載した艦もある。さらに任意で 13mm 機銃などを搭載したほか戦争末期にはロケット砲を搭載する艦も出現した。前後に砲を搭載し 40mm 機関砲も前後に装備した艦の火力は護衛駆逐艦のそれに匹敵した。ただし こういった艦の出現は、終戦直前に集中し、その威力を存分に発揮する機会は、ほとんどなかった。砲や、機銃の配置に関しては、絶対的なガイドラインがないこともあり、結局は、戦訓や艦長の好みなどによって決まるケースが多かったようで、ある。また、機銃は、対航空気用として搭載されたのは言うまでも、ないのだが、実際には、航空機ではなく、 特設艦指定などの魚雷を使うまでもない、あるいは魚雷を使うには、的が小さすぎる相手に対し猛威を振るった。太平洋戦争開戦時には、ドラム一隻が竣航していた。隻数が揃うと同時に、これらの潜水艦は、日本や一部の艦は短期間ドイツ相手に、通称破壊を行って、戦略物資の輸送を、大勢、戦争勝利への影の立役者となった。 また、通称破壊の傍ら輸送船だけでなく、日本海軍の戦闘艦も脅かし、さらには、従前の使用法である艦隊作戦への協力は、ミッドウェイ海戦、マリアナ沖海戦、レーテ沖海戦で実施され、マリアナ、レーテでは大きな戦果を上げた。その他、人命救助や物資運搬、スパイ潜入なども幅広く実施した。これらの点を見ると、 アメリカ潜水艦は決して通商破壊にのみ、宣言していたわけでないことがわかる。その他、激沈トン数の順位では、フラッシャー、10万231トン、1位、ラッシャー、9 99万9901トン、2位、バーブ、9万6628トン、3位、シルバーサイズ、SS-236、9万80トン、5位と上位5隻のうち4隻を、 ガト東急が締め、激鎮席数の順位でもシルバーサイズ、23席、3位、フラッシャー、21席、4位、ワフー、SS-238、20席、6位タイ、ガードフィッシュ、SS-217、19席、8位、ラッシャー、トリガー、共に18席、9位タイと上位のランキングにことごとく、顔を出している。その一方で、ゴレットは、 小型船2隻を撃沈しただけで戦没し、コービナ、ドラドは戦果を上げることなく戦没した。全体では20隻が戦没している。なお、詳細な戦歴は各艦の孔を参照されたい。戦後、各艦は訓練艦や標的艦として使用され、海上自衛隊の SS501 黒潮となった民ゴなど一部は他国に供与された艦もあった。コットは、 アメリカ国定歴史建造物として、オハイオ州クリーブランドで、カバラはテキサス州北部ガルベストンのシーウールフパークに、ドラムはアラバマ州モービルに展示されている。ト藤級では7席、うち1席は一部のみ、が記念館として保存された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。